はいどうも、こんにちは。どうもどうも、こんにちは。今日は猫との出会いで、遊びたいと思います。ストーリーまだか。今回はハロウィンイベントを実施しているので、それをやってみましょう。ハロウィンか。こんな感じのハロウィンアイテムを、もらえます。なるほど。さらに、ハロウィン限定の猫もゲットできるので、ぜひゲットしたいところです。ゲットすんぞ、猫。では早速、キャッチャーをやってみましょう。ちなみに、こんなアイテムをゲットできます。お、どうやったらゲットできんだ？これは単純に、キャッチャーをやった回数による報酬なので、キャッチャーをやりまくれば、必ずゲットできます。よし、キャッチャーしまくるぞ。ではやっていきましょう。キャッチャーは、1日15回まで無料でできます。すべての限定アイテムを取るためには、キャッチャーを210回必要なので、毎日15回やれば、14日ぐらいで達成できます。なるほど、わからん。え、マジか。もちろん、ハートを使えばもっと早く達成できます。ハート使いまくろうぜ。今回はハート使いまくって達成してみます。とはいえ、ハート100個はキープしたい。全部使っちゃうよ。ストーリー用に取っておきたい。でも100個キープは無理かな。お、ヨーグルトミルクゲット。グレー。ダメだ。先も長いので、食べ物系はカットしましょう。なんでだよ、てめえ。てか全然取れてねえじゃんか。いいんだよ。取れなくても、回数はカウントされる。でも取れた方がいいだろ。下手くそすぎるだろこれ。これ、結構難しいんだ。やる気あんのか。ある。皆さんもこんなハマり方、したことあるはず。ほんとかよ。お、やっと取れたー。開けろ開けろ。あ、これ広告でも開けれないやつ。そうなんか。こういうのは、最後にまとめて開けます。忘れんなよ。わかってる。おっしゃ取れた。食いもん来い。肉とかだと嬉しいな。食るわけねえだろ。お、電話ゲット。これは食えねえ。うるせえよ。なんとかあと1回で、報酬ゲットです。いいねいいね。お、取れた。何が入ってるかな。これは食べ物かな。グレー。ハロウィン風船ゲット。限定アイテムか。それよりカプセルの中身早く。バナナミルクでした。よこせ。では次の限定アイテムの、壁飾りを目指しましょう。壁飾りまで、何回キャッチャーするんだ ?30 回だな。もうハートも100個切っちゃう。ハートなくなるの早すぎ。ハートを貯めるのに結構時間かかるけど、なくなるのはあっという間。そいつはご苦労。お、キノコの絵ゲット。可愛らしい絵じゃないか。だな。てか株がめっちゃ増えそうだ。食いもんもな。おう。今度は何が入ってるかな。お、学校の制服。これ見たことあるぞ。第一幕で、着てたやつだな。ああ、着てた着てた。では続いて、どんどん行くぜ。いけいけ。これ取ったら、ハート貯めてこよう。そうか。さて何が来るか。かぼちゃパイ。おお、うまそう。これもハロウィン限定の、お菓子です。くれー。ではハートを貯めたので、キャッチしまくります。ハートどうやって貯めたんだ？ハートは、広告を見れば、10分ごとに3つゲットできます。大変だな。お、かぼちゃパンツゲット。かぼちゃ？これも限定か？いや、多分違うと思う。では次行くぜ。ハートが乗ってんぞ。ハートも取る。お、やるじゃねえか。任せろ。今度は何が入ってるか。白のセーラー服ゲット。制服多いな。だな。次で壁飾りゲットです。お、いいねいいね。これは取っておきたい。下手くそ。閉まらねえな。うるさい。ということで、壁飾りゲットです。なかなかいいペースじゃないか。残り2個取って、空っぽにしちゃうぞ。いけいけ。お前ならできる。楽勝だ。あれ？あれー？どうした？どう？何遊んでんだよ。ふう、楽勝だったぜ。どこがだよ。ショートパンツゲット。よかったな。では残り1つ、空っぽにするぜ。お前の頭が空っぽだよ。うるさい。おっしゃ、取れた。何が入ってるかな？開けれん。これも後で開けてみよう。ではガチャの内容更新します。更新でもハート取られんのか。取られる。最初は無料で更新できるけどな。なるほど。更新したては、取りやすい。では開けてみよう。長靴ゲット。ちなみにこの長靴、家に飾るアイテムでした。履けないのかよ。ではどんどん取ってくぞ。どんどん取ってけ。野球帽ゲット。野球やりたいぞ。今度な。そしてこれで、限定アイテムゲットです。おお。かぼちゃのかかしゲット。かかしか。農場に置けるかな。そして次の限定アイテムから、キャッチャー50回になります。50回かよ。黒だるまゲット。黒だるまってなんだ？わかんね。そしてここから、しばらく無料でできます。なんでだ？1日1回無料でできるからな。何回無料でできるんだ？全部で、15回だっけ。知らねえのかよ。多分そんくらい。適当だな。では気を取り直して、どんどん行きましょう。限定アイテムまで、もうすぐじゃないか。もうすぐだ。
お、盆栽ゲット。これは、抹茶のタルトか。全然違えよ。ではこれで、限定アイテムゲットです。カプセルもうまい具合に、取れたな。でも開けれんやつだから、これも後で開ける。そうか。そして、ハロウィンのタペストリーゲット。パンツかと思った。俺も思った。あとは最後の、限定猫のみだ。限定猫まで50回か。100回じゃなくてよかったな。だな。ここからはラストスパートをかけるんで、今所持してるハートのみでいくぜ。頑張れ。お、カツラ。カツラっていうか髪型な。わ、わかってるよバカ野郎。限定猫までもうすぐ。ハートめっちゃ減ってるやん。めっちゃ使った。お、夏用の制服ゲット。また制服か。お前変態かよ。ちげえよ。そしてついに、限定猫をゲットする時が来ました。よかったな。長いようで長かった。そして、限定猫ゲットだー。あれ？どういうことだよ。猫がいっぱいだった。ひとまずゲットできてるか、見てみよう。これでゲットできてなかったら、笑う。笑ってくれ。お、いた。危ねえ、よかった。では部屋を拡張しましょう。拡張ってなんだっけ？拡張すると、猫を飼える数が、プラス3になる。では猫をアンロックするぞ。アンロックしやがれ。限定猫ゲット。うるせえよ。この子の名前は、豆腐です。ダサ。なんだよ豆腐って。パッと見がちょっとおしゃれな、豆腐に見えたんだよ。おい、もう一人いるぞ。この子もアンロックしよう。この子は、トラです。普通だな。では未開封だったカプセルを、開けまくるぞ。いいねいいね。まずは髪型。いい感じの髪型だな。そして猫。名前は、トラフグです。ダサ。うるさい。海の生物じゃねえかよ。次も猫。もう猫置けないな。だな。お、傘入れ。微妙。残りはまだ開けれないので、ハートを使って開けます。お、いいね。ちょっとだけハートを貯めました。よし、開けよう。行くぜ。これも猫。マジか。お次は。これも猫。おお。これまた猫。そして最後は。やっぱり猫。ほとんど猫じゃん。餌代が大変そうだ。ではゲットした限定猫を、見てみましょう。豆腐だっけ？豆腐だ。よろしくな、豆腐。やっぱりシカトかよ。なんでみんなシカトすんだよ。だから嫌われてるんだって。うるせえ。ではゲットしたハロウィンの株を、設置してみましょう。おお、いいね。派手な部屋にしようぜ。ちょうど部屋を拡張したので、その部屋で設置してみます。株は全部で、5個か？株は5個だな。結構株増えたな。キャッチャー200回ぐらいやったからな。ではまずは、ランタンから。普通に置くだけかよ。続いてカカシ。適当に置いてるだけじゃねえか。うるさい。壁飾り。壁飾りはいい感じだな。続いて、のれんみてえなやつ。ラーメン屋かよ。最後に、風船みてえなやつ。もうよくわかんねえよ。設置できました。ハロウィン感が半端ないですね。どこがだよ。ハロウィン限定猫ゲットできて、よかったです。よかったな。ということで今回はここまで。よかったらチャンネル登録、よろしくお願いいたします。お願いいたします。それではご視聴、ありがとうございました。